滝大吉から1902年11月23日は建築界の創世期に活躍した建築家。現在の大分県早見郡肘町出身。いとこである音楽家、滝連太郎の良き理解者として東京高等師範、学校付属音楽学校入学を支援したことでも知られる。公衆学校づくり科学科の教員を務めた。1861年。 文語国早見群肘城下に生まれる。祖父は肘藩が老滝、吉厚氏父は同藩氏滝吉明1883年後部、大学校づくり科学科を卒業。その後、警視庁御用係となる。1884年大城官会計局勤務となり、女裁やコンドルの女子となる。1886年、 河合博士像らと作り科学会を設立。造科学会第一回規則を河合博士像と共に、はじめただし、創立発起人に、同年臨時建築局に当議士として、官長集中計画に携わる。1887年大阪の帝国工業会社に入り、建築部長となる。1888年神戸に明治工業会社を設立し、 建築部長となる。1889年、大阪で土木建築工事鑑定書を開設する。また斎藤健二と工業よる学校を開く。1890年明治工業会社相談役となる。1891年陸軍省に入り、陸軍技師となる。陸軍建築法改定に従事。1893年東京方兵交渉。 雇用係勤務となる。1894年朝鮮国や新国に派遣される。1895年、臨時陸軍検疫事務官県検疫部建築課長となる。新国異会営に出張し、臨時兵舎描写などを築造する。その後、臨時建築部主任技師となり、陸軍の六師団増設に伴う日本全国の平営工事を監督する。 1897年へ、普通、乱諸領植民地の視察調査。1899年台湾、北京、天津などの平営築造を行った1901年まで、明治35年11月23日即居。墓所は、青山霊園に1位 -21 から15の、自ら設計した納骨堂形式のもの。ありがとうございます。